急に残された最後の大自然アラスカ、さまざまな絶景が広がります。その大自然の中を11万6000トンのプレミアム客船で優雅な船旅、氷河に囲まれた大自然を肌で感じながら進む感動のクルーズ、大小さまざまな氷河が織りなす絶景の自然美、大自然の中で生きるアラスカの野生動物たちも私たちを迎えてくれます。クラブツーリズムがお届けするクルーズの旅、日本航空チャーター直行便利用大型客船サファイアプリンセス号で行く壮麗なるアラスカクルーズをご紹介いたします。それではアラスカクルーズで立ち寄る港町をご紹介しましょう。まずはゴールドラッシュで栄えたスキャグウェイへ。19世紀の終わり、1896年頃、アラスカとカナダ国境近くクロンダイクでの金鉱発見のニュースはアメリカ、カナダの歴史上最大級のゴールドラッシュをもたらしました。当時の建物が残るノスタルジックな街並みにはたくさんの観光客が訪れるようになりました。そのゴールドラッシュの最盛期に建設されたホワイトパス・ユーコン鉄道は観光のハイライトです。この列車の観光もツアー料金に含まれていますよ。スキャグウェイからホワイトパスまでのおよそ45キロの沿線は景観が素晴らしく、ゴールドラッシュ時代に山師たちが命がけで越えたと言われています。険しい山道沿いを走るとその当時の様子がよみがえります。ケチカンはアラスカ最南端の大きな町です。森や丘の緑に彩られたフィヨルドの景観はアラスカでも随一の美しさを誇っています。ゴールドラッシュ時代の花町だった家並みが残るクリーク通りは今も当時の雰囲気を残しています。この町はクリンケット族など先住民インディアンの故郷でもあり、数多くのトーテンポールを見ることができます。ぜひ先住民の文化に接してください。ツアーでは人気のキコリショーにご案内いたします。時期になると通り沿いの川では観光の名所サケの遡上を見ることができます。ジュノーは緑が美しい山並みと海に囲まれたアラスカ州の州都です。ゴールドラッシュ時代の町でジュノーという名前も最初に金鉱を探しに来た採掘者の一人に由来しています。クルーズ船ターミナルの近くからロバート山へはロープウェイが運行しており、山頂からはジュノーの街と美しいフィヨルドが見渡せます。ジュノー最大の観光名所メンデンホール氷河はジュノーから北へ約21キロ行ったところにある美しい氷河です。湖を囲む氷河の対岸にはハイキングコースがあり、歩いてこの巨大な氷河の間近まで行くことができます。さてここからは氷河クルーズについてご紹介していきましょう。カレッジフィヨルドは26の氷河のほとんどにアラスカの探検家たちの出身大学の名前がついているためカレッジフィヨルドと呼ばれています。朝目覚めるとそこは一面の氷河、神秘的で感動的な氷河の夜明けです。でも狭いね湾をずっと船が行くと、特にあの時は霧があったり小雨があったりしたんだけど、その合間からね山が見えたりね、あるいは遠く氷河が見えたりしてね、あれはやっぱりもう天気のいい絵とは全然違う。やはりねこれは日本では体験できない光景ですよ。小屋の中にねふーっと
ト館で見えるのがね、またよくって、うん、もう遠く山と山の間ね、何色って言えばいいのかしら。で水の色がね、刻々と変わるの。グリーンになったりブルーになったり、雲の加減と霧の加減でね、でパーッと霧が晴れると、そこからこう山、あれは今でも目に浮かぶんです。皆様もご自身の目で静寂の中をゆっくりと進む船から感動の氷河大国アラスカを体感してください。インサイドパッセージはカナダのバンクーバーからアラスカ東南部スキャグウェイまで氷河が削り取ったフィヨルドです。沿岸部はおよそ1600キロにわたる複雑な水路になっています。数千の島々が浮かぶ世界有数のフィヨルド地帯をお楽しみください。ホエールウォッチングなど野生動物の出会いも楽しみです。クジラ、シャチ、イルカ、ラッコ、パフィンなど船から見るチャンスもたくさんあります。アメリカ本土では貴重な白頭足もアラスカではよく目にします。あとお食事の時にね、どなたかがクジラが見えたよっていうので、皆さん窓際へうわーって言ってた。ガイドさんがね、みんな寄ってたら船が傾くで、またバーッと戻ってね、席についてあれおかしかったですね。みんなそう一斉にね、クジラ見たいですもんね、なかなか見れるもんね。おびれとちょっと背中が見えました。そうだった、ね、それでうわーって席、あれはおかしかったです。皆様もぜひ動物探しにチャレンジしてみてください。では旅のハイライト、世界遺産グレイシャーベイ国立公園についてご紹介しましょう。1992年に世界遺産に登録されたこの地域は、16の氷河が直接海に流れ込み、数多くの野生動物が生息する国立公園です。自然を愛する世界中の人々にとって憧れの地となっています。グレイシャーベイは1日に2隻までしか船が入れません。世界一流れの速い氷河であり、その崩落のダイナミックさで有名です。静寂な海に轟音とともに崩落する氷河は迫力満点。運よく見ることができれば一生忘れられない思い出となることでしょう。自分で行ったあの空間、はい、寒さであったりね、これはね、もう理屈なく行ってみないと分かんないよね。だからこれはもうかけてなしにね、おすすめだね。あれは本当に良かった、最初はやっぱり写真を見てね、パンフレットを見て憧れていくわけでしょ、ところがね、行ってみたら本当に、だから言うの写真でね、けど実際に見てみなさいと、実際に見たら全然ね、その感動が違うから、感動、いやもう感動しっぱなしでね、あの景色にはものすごく感動しました。私にまあ本当のことってあんまり期待しないで行ったんですけど、ものすごく良かったの。良かったねって言いながら帰って、ありがとうございます。アラスカ唯一の世界遺産グレイシャーベイ国立公園をぜひ現地でお楽しみください。ではここでサファイアプリンセスの客室をご紹介しましょう。今回ご案内させていただいているお部屋、船ではステートルームとかキャビンとかという言い方をするんですが、4つのタイプのお部屋をご用意させていただいています。内側、海側、バルコニー、ミニスイート、どの部屋ご利用いただいても船内で受けていただくサービスというのは均一になっておりますので、
まあ、ゴルコ企業ご予算ですね、とかですね、まあ、現地で何をしたいかといったようなことで、お選びいただくのがよろしいかと思います。ただ私どもとしてはですね、海側のですね船室の約8割近くを占めるバルコニー付きの船室、これがやはり、おすすめということで皆さんに、毎年ご紹介させていただいてます。自分の部屋からアラスカの雄大な大自然ですとか、氷河、こういったものはご覧いただけますよということでですね、皆さんによりこのクルーズが楽しかった、いい思い出になるというですね、まあ、手助けの一つ以上になりますので、このお部屋をお勧めしております。